緑のメロンですね。緑のメロン食べてみましょう。食べてみますね。うん甘い。甘っ。何これ。メロン天国だね。メロン天国、これもうめっちゃ安かったよね。まあ3でも400円したんじゃないかな今回は。うん、大きかった。大きかったね、はい、やばい、美味しいです。はい、いただきます。いただきます。一つも体力を失っておりません、我々は。なエスプレッソでございます。あげないよって感じ。フランスとかイタリアとかに比べたら美味しくない。ポルトガルはエクタルトがあるんで、それで全て。これがすごいね。とか、なりすぎんのよ、この町、谷が。ウーバーで買えるのね。うん、ウーバーで買えてます。これはエレクトリックか電気の車ですね。さすがだよね。相当なくて、快適。白いお店に来ましたね。なんかすごい素敵なんだ。すごい雰囲気ある。雰囲気あってさ。大好き、こういうところ。2ユーロですから、普通の倍ある。めっちゃ美味しい、ね、めっちゃ美味しい、ね、ビタンさんですっごい美味しい。ポルトガルの、これがワイン、ワイン、何種類かのワインと鴨の肉を煮込んだライス、鴨ご飯だね。入れない。入れる。
じゃあバカレオからいきますよ。おいしい、うん、何味、うん、とってもおいしいの。要するに塩漬けしたあれはタラをフライにして、それになんかこうなんとなく酸味がちゃんとあって、あ、酢豚、あ、そんなの酢豚っぽい、さっぱりとした酢豚、おいしい。では一言で表現してください。難しいでしょ、表現。でも、うん、クリスピーなから、そう、干し皿を落とすから、すごい味がギュッとされていて、とっても美味しいよね。この小さな町に80何個教会がある。教会があるんだよね。信者を取り合いしてるっていう話もエッグタルト、コンチネンテっていう大型スーパーでは、いただきます。何ですか、良い、あ、もちろんスーパーですからね、はい、ありがとうございます。正当に正当に、良い、美味しいよ、美味しい、日本で食べたら1位よ、良い、良い、今回の再開ということで、はい、はい、ありがとうございました。はい、出来上がりました。出来上がりました。ラーメンですね、これは。これはラーメンですよ、一応。はい、炭水化物祭りということで。炭水化物祭りです。はい、本日は出前一丁と余り物の野菜、はい、もうとにかくトマトとズッキーニとピーマンを炒め物にしました、うん、はい、グリーンワインですね、今日も。これ美味しいね。美味しいね。いただきます。はい、どうぞ。最終日です。ゲートブラルに行きます。
お昼はお寿司。お寿司。いただきます。いただきます。何の肉？何だろう。ツナ？ツナ、ツナだね。うん。美味しい。ちゃんと美味しいよ。よし、いただきましょう。うん、美味しい。スーパーのお寿司ぐらい。今まで海外で食べたお寿司の中で一番美味しい。あのね、魚が美味しいの。ああ、そういうことか。うん。大変なことになってます。あちらに楽しい方々がいらっしゃいます。はい、もう大騒ぎです。なんか同じ、もし同じバスだったら私たちは眠れません。あら、無理やり詰め込んじゃったね。Thank you.